ハブタエ団子ハブタエ団子は東京都荒川区にある株式会社ハブタエ団子が製造販売している団子。キメが細かくハブタエのようだと絶賛されたのが由来で、そのまま名前となった。生醤油を塗った焼き団子とサラシアンを巻き付けたアン団子の2種類が通常は同数1組で販売されている。串団子であるが、粒の形が一般的な休憩ではなく、 厚みのある円盤状なのが特徴。文政2年、初代正五郎が、藤の木茶屋を、武蔵野国屋中本村座巨村に開く。当初の品名は、大団子であった。後に、団子が、きめ細かく羽舞台のようだと、称され、慶応4年の二代目、正五郎の頃には、歌詞名、羽舞台団子、矢号も、羽舞台団子となっている。芋坂の小団子、羽舞台団子は、 文政2年、元駅職人の沢野正五郎が、おとなし川のほとり、芋坂の地に、藤の木茶屋を開業し、往来の人々に団子を教したのに始まる。柳中芋坂の小団子は、東京名物のこれも、数やと、記載あり、二串の焼き団子の絵あり、柳中芋坂見大台大で英霊と書かれた詩編が、書き写されている。清水清風町。 東京名物百人一首明治40年8月、芋坂の焼き団子より、抜粋文人が愛したため、数々の近代文学の作品に記述があることでも知られている。ありがとうございます。